毎度教育ジェットです。今日はねアマゾンプライムのボクシングの興行のね試合見ながらまあいろいろ動画撮っていこうと思うんですけど、今回の動画はねあの WBO アジアパシフィックのチャンピオンの佐々木選手と小原啓太選手とのタイトルマッチのウェルター級ですね。どの試合のまあ結果、あの佐々木仁選手がまあ3ラウンドで結果的に言うと逆転になれねんけど、あの内容で言うともう結構圧勝に近かったな。予想としては KO やったら佐々木仁選手、まあ判定やったらまあキャリアのある小原選手に分があるかなっていう、まあそんなに自分的にはまあそんな差のある感じじゃなかったんですけど、まあ蓋開けて見るとね、まあ佐々木仁選手ねこう試合重ねるごとにすごいこうスケールがこう大きくなってる感があって、すごいこうなんやろ余裕もあるし、チャンピオンになったそのプライドというか、まあ堂々としてる貫禄っていう部分で、まだ21歳って言ったかな、若い選手で、まあ KO 率もねあの判定一度でそれ以外全部 KO 勝ちっていう数字の通りのハードパンチャーの選手で、まあ立ち上がりね1ラウンド目まあガードしっかりしてプレッシャーかけるっていうのもずっと来い来い来いって感じなんですけど、まあ小原選手はねこうやっぱ強打の佐々木仁選手のその警戒して、こうちょっと遠い距離でこういろいろこうリズム取りながらフェイント入れたりとかやるけども、全然佐々木選手はもうちょっとこういう感じで来い来いって感じやけど、まあその中でもダイナミックな動きで、まあ1ラウンド目は完全にね佐々木選手がこう飲み込んだっていう、完全に佐々木選手のペースで、まあ1ラウンド目はガードの上から戦っても全然こうブレたりしない、やっぱ体が強いですね。こう日本人離れしてる、まあ身体能力というか体の強さが感じれる、こう日本人離れした選手やなっていう印象でね、これはもう本当結構前から僕も思ってたんですけど、まあ今回こう試合重ねるごとにそういう部分でもこう成長を感じれる選手なんで、ポテンシャルもやっぱねあって、まあいい選手やなと思ってて、まあ本当に見てて立ち上がり的にも小原選手はこうやりながらも右をずっとこうタイミング測ってて、あこれはもう本当佐々木仁選手は結構ダイナミックに打つ選手やから、そのカウンターでこの体開いた時とかにカウンター狙ってんやなって思って立ち上がりね、まあ2ラウンド目ね、まあその中で1ラウンドと変わらずで来た中で、これ右やっぱ狙ってるな、顔狙ってるなっていう風に思ってたら、案の定ね佐々木選手が打ちに行った打ち終わりにコーンってカウンターで右のショート当てて、まあポイント的にはそんな顎先とかじゃないから、まあダメージっていうダメージはそんなに、ちょっとバーンってもらってバランス崩してダウンしちゃったみたいな、そのダウン的なダメージのあるダウンっていうよりも本当タイミングだけでバランス崩れちゃったっていう風なダウンやって、その小原選手のカウンターがね右のショート、まあもう見ててそういう戦略なんやなっていう感じやったから、そのが作戦がハマったっていう感じのねダウンシーンやったけど、まあもう佐々木選手も全然もう問題ないよみたいな感じでスッて立って、ダメージも感じさせることなく、そのラウンド2ラウンド目の終盤もねロープに詰めては当てて、まあ、ダウンなかったら完全にあの佐々木選手のラウンドやったんですけど、まあダウンがあったんで、まあまだ2ラウンド目なんでポイント的にもね1ポイントしか小原選手のリードじゃないんで、まあ流れ的にも全然佐々木選手のペースだなって思ってる矢先、3ラウンド目に入った序盤ね、一発ダイナミックにバーンって打った時に小原選手がちょっとこうロープの方まで下がった時にね、上のフック打った後にこう小原選手がやっぱ上ガード意識上行った時にしっかりそこを上下で上の意識させてる中でのボディ、ロープ際でボディ左のボディね、やっぱ上下打てる選手強いね。そのボディがね結構もうドンピシャで、スローモーションのシーンとかでも見たけど、完全に上を持ってこう小原選手が上に上げた時にドンピシャでレバーですね、左のボディバツン、でもダウン取り返されたっていう感じで、まあこのダウンも完全に ダメージある、本当にあのめちゃくちゃ効いたと思うけど、ボディでのダウンってどうなんですか、その子のあれね、めちゃくちゃ序盤にもらうじゃないですか、レバーのボディって一発効くじゃないですか、その後ってかするだけでも効くんですよ、ほんまにリアルにかすっただけ効くっていう、よく漫画とかでも初めの一歩とかでもよくかするだけでも倒れるぞみたいなシーンがあんねんけど、ほんまにあの通りで、ドンピシャでレバードーンもらった後ってコンってかするだけでもうーってこう苦しいから、それぐらいのドンピシャの左ボディやって、うわーすごいなーって、まあ見ててね、本当に佐々木選手はそういう素人っていうか格闘技もあんま詳しくない人が見ててもうわすごいワクワクするっていうの耐え難いし、それこそ選手の僕でもうわこの子ワクワクさせてくれるなって思わされる選手なんで、すごいこう魅力のある選手で、でまあそうダウンした後もね、もう最後はやっぱダメージあるから小原選手もこう下がりながらも倒されんように、でもしっかりこう手は出す、やっぱ意地ですよね、プライドですよね、の中で最後やっぱ小原選手がこうその圧に押されてちょっと離れてくれじゃないけど、こう手伸ばした時にそこをドンピシャで右の、まあ、クロスっていうよりもちょっと肩口からの右がこう伸ばしてる時にドンピシャでボーン、この顎先じゃないけど顎もう打ち抜かれて、もうそのワンパンチで
失神やね。もうそのまま後ろに倒れて全然起き上がれる感じじゃなかった。いやー、いい試合するねこの子、本当にこれからの選手で、多分まだこの年でウェルター級で多分、まあ、身長とかはねあれかもしれんけど、多分まだスーパーウェルターぐらいまでは戦えると思うから、本当にこれからの日本のボクシング、まあ、背負うっていうと分かんないですけど、でも本当に注目される選手になると思うし、僕は単純にこの子 のボクシング見てて面白いなと 思うんで、いや小原選手にね、こ日本国内ではもうずっとトップで立ってた選手 で、ね、スーパーライトでもチャンピオンで、そう実績あって、もうキャリアもね、年齢も確か14個かぐらい離れてるんですよね確か。そういうベテランの、ね、相手に堂々とした戦い方で、本当に差のある試合内容やったんで、あっぱれですね、うん、この子は本当に試合ごとに強くなってる選手やなっていう、強いね。ランキングももっと今11位で、小原選手が9位かなんかやったんかな、8位か9位かなんかで、多分この試合で多分ねまた2つぐらい上がると思うから、1桁なると思うんで、この階級でね、ウェルター級で世界ランキング1桁ってすごいことやから。けど前試合した、あ、平岡アンディ君、はい、アンディ君もね、唯一の負けっていうのがね、大橋ジムの平岡アンディ選手、あの時の試合はね、まあ本当に1回もう国際2回目やったんかな、計量失格しちゃって、まあその試合でも計量失格しちゃって、まあ頭丸めてたけど、まあやっぱそう今後それ多分ずっとつっつかれると思うけど、なんか、まあ、結果で見せてそうやってこうね、魅力のある選手やから俺は応援したいなって思うけど、でもやっぱその失格に関しては計量ねパスできなかったっていうミスっていうのは多分本人もね重々承知してると思うけど、そういう声を跳ね飛ばすようなね結果でこう今後、まあ、世界この階級で世界トップ戦線にね絡んでいけたら僕は結構楽しみな選手やなって思うんで、今後が楽しみな選手ですね。まあ今リアルタイムで撮ってるんで、まあ、この動画上がってる頃はもう全部この木の興行のね結果は全部出てるんですけど、これからね佐々木選手終わって これからセミで、これ次天津かなあるんで、ちょっと今日ちょっとアマゾンプライム楽しんでいこうかなと。まあメインはね、メイン天心になるかって言われてたけど、結局天心がこのね佐々木仁選手の次の試合で、まあ、メインはね言ってた寺地健志郎選手の試合やけど、これ三段のトイズがね亡くなっての代役でアンソニー・オラス・クワガっていう、まあフライ級で2位やった選手がね、もう直前でもやるよって言って、その選手との、まあ、防衛戦、二段台の防衛戦になるんですけど、楽しみですね。これから天心のねデビュー戦が始まるんで、とりあえずね佐々木仁選手は頑張ってほしいなって思います。まあ自分も負けてられないなって思うんで、ぜひコメント欄でね佐々木仁選手の祝福コメントぜひ、あんでねこの階級なんでね、これからの応援のコメントもぜひお願いします。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。バイバイ。